っ飛ばせて世界のベルト取れるならそんな一石二鳥なことはないよ。トーナメントに嵐を呼ぶダイナマイトキッド小沢海斗大特集。誰もやりたくないって思うぐらいの選手になりたいですね。二十歳の超新星タイガ。兄ヒロヤの影響で格闘技を始め、プロデビューから無傷の9連勝でクラッシュ史上初となる現役高校生チャンピオンに。しかし K1 のリングでは苦難の連続。人生初の KO 負け、さらにスーパーバンタム級初代王座トーナメントでもあと一歩届かず準優勝。いやもう終わっちゃったのかなみたいな。ただどん底を味わったからこそもう一歩踏み出せた。今までじゃ終われないと思って、ちっちゃい頃からずっとチャンピオンになりたいって言ってたんで。心機一転、スーパーフェザー級に階級を上げ挑んだ日本代表決定トーナメント。 KO2 つを含む見事なまでの圧勝劇で日本一へ。新たな道で見つけた新たな自分。自分が本当強くなってるって分かるんで、選手2ラウンド以内に KO します。超新星が勢いそのままに夢の世界一へ一気に駆け上がる。情熱の国より情熱の舞。スペインの虎ハビエル・エルナンデス。もうこのごとき打撃の破壊力は K1 のリングでもすでに証明済み。相手が誰であろうと一歩も引かぬその情熱は日本のファンをも飲み込んだ。Gracias al reconocimiento de la gente, de poderme reconocer mundialmente como. 熱狂を再び、リングを情熱の深紅に染め上げる。La pasión que tengo por ganar este torneo. スーパーフェザー級世界最強決定トーナメント1回戦、タイガ VS ハビエル・エルナンデス。K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級世界最強決定トーナメント、いよいよ1回戦が始まろうとしています。タイガ対ハビエル・エルナンデス、負けたら終わり、ノックアウトトーナメントが始まろうとしています。さあではマイクロフォンサイドをご紹介しましょう。解説は K1 ワールドマックス2003-2008世界王者の正人さん、そして K1 公式サポーターの関根勤さん、中村匠さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラウンド1。さあいよいよ戦いの火蓋が切られます。赤いグローブ、日本のタイガ、日本代表として登場してきました。その1回戦の対戦相手はスペインのトラ、サビエル・エルナンデス。ハイキック右ってくる。さあ中村さん、タイガ選手調子どうでしょうかね。いやもう絶好調だと思いますね。本当に60回の戦いっていうのもどんどん試合重ねることにフィットしてくると思いますし、やっぱこの一発の技の強度防御力っていうのは本当にこのハイキックの得だと思うんですけども、ただねやっぱねエルナンデスはねタフなんですよ。このタフな相手に日本人選手は倒してこれましたけど、外国人相手にタイガー選手の防衛力が通用するかというのがポイントだと思いますね。エルナンデス選手すごいプレッシャーが強いですね。プレッシャー感じてると思いますね。タイガー関根さん下げられてますもんね。そうです ね、いつものような伸び伸びさがちょっとね、感じられないですね。やっぱりボディ、うわー今ってきた。関根さん、これが世界なんですかね。そうですね、やっぱりパワーありますね、エルナンデス。飛び膝届かない。エルナンデスもガードの上なんですけど、タイがパワーあるなと思ったと思いますよ。そうですね。そう、マサトさん、前回の日本代表決定トーナメントの時、ちょっとこう異次元でしたよね、破壊力というか。そうでしたね。もう、1回戦、2回戦、KOでしたもんね。そうでした。うわ、右一つもらった。タイが目がいいですよね。しっかり相手の
攻撃を見てカウンターを打てて、あとエルナンデスは結構パンチのイメージ強かったんですけど、最近結構まあローキック重いんですよね、まあ、これで結構削られるとタイガー選手後半のトーナメントきつくなってくると思うんで、そこもねちょっとこの試合のポイントかなと思いますね。関根さん、トーナメントはもらいたくないですね、そうですね。エルナンデスはパワータイプですね、あとガード硬いです ね、あのそう、顔の顔面のガード硬いですね、硬いですね、最後ローに繋げてきましたエルナンデス。あのタイガーはあのローキックをそんなにもらっていけないですね。ですね、リセット刻みながら左から入って右に繋げたエルナンデス、蹴りもある、サウスポーに構えるのが日本のタイガー、また膝、これはもう何度も出しています、あえてか、おぉボディーが野郎ちょっと笑ってますか、ボディー、タイガーも意識を下に下げながらちょっと今ナイスボディーですよ、聞いたか、ちょっと下がりましたね、さあタイガー出る、膝、膝、一人か、ボディー膝を狙っていると左に伸ばしてくる、決めるか、前蹴りか、うわぁ、返した、エルナンデス、タンガン、タンガン、返す、あの、エルナンデス、タンガンですよね、ですね、ボディーだ、左だぞ、あ、見えている、お、ガード下げる、ボディー入れ替わったから左から振ってくる、ウッド第1ラウンドすごい、いや世界トーナメントって感じがしますね、ですかね、いやすごいわ、何か起こりそうですね、考えしますか、タイガーは話しました、全試合2ラウンド以内で KO で終わらせる、グローブ合わせます、サウスポーのタイガーあえて呼び込むか、結構エルナンデス長丁場に強いと思うんですよね、前回もあの硬いガードからローキックとか、木戸高選手でやった時だったから、そうですね、返してましたもんね、延長まで行きましたもんね、右入れたタイガー、ボディーだ、打ち分ける、止まったか、右から入ってきます、なんかヨーロッパの選手にはこう日本人にはないタフな選手がいるんですよね、ここは一つ右を入れて距離を取りましたタイガー、ガードもしっかり上げてます、タイガーのボディーブローを食らった時に吠えてましたね、トラが、もう右ちょっと中村さん距離取り始めましたね、そうですね、まあ、でももっとタイガーがぴょん飛んでるイメージがあるんですけど、ちょっとこうプレッシャーを受けてるんじゃないですか、ね、ハビエル・エルナンデスも、ただタイガー選手今すごい頭で考えてますよ、どういう攻撃しようか、おお、ちょっとくる、後ろからやってくるエルナンデス、でも自らしっかり離れてお互いにすごくクリーンな K-1 の戦いをしています、離れ際のミドル、ボディ左フックは花咲かすめと見えているか、タイガータイガー選手、絶対余裕を持っちゃダメです、はあはあ、考えるのはいいんですけど、膝を上げ直せるパンチ食らいますよ、このプレッシャーです、エルナンデス、ボディ左フックジャブ、右のかけるようなパンチです、ローキック返す、ミドルだ、ロー返す、入る振り、入る振り、右持ってくる、トラが持ってくる、ボディがハイキック危ない、左上がっていたかなんとか、うわこれちょっとこのレバーブルですね、山里さんどうですか、いやー影響ですよね、そうですね、効いた、これは完全に効いた、すごい左の一撃、タイガーエルナンデスからダウン取りましたね、トラの膝が折れた、いや立ち上がるか、残りは30秒以上、エルナンデスは逃げ切りたいですね、そうですね、残り30秒あります、持ってくる、おいおい、トラが後ずさりする、膝だ、あでもダメージあるな、チャンスチャンスチャンス、2度のダウンで KO 負けです、準決勝までは2度ダウンできません、エルナンデス、ただカウンターだけ気をつけた方がいいですね、確かにこのカフェですはもう皆さん知ってるはず、右のボディー捉えるか、エルナンデス倒しきるか、タイガーボディー、もう一つ、もう一つないか、おっと、あ、試合放棄だ、まいった、あなたには叶いません、トラが背中を向けて、トラが背中を向けて四角いジャングルを当てにします、なんと関根さん、まいった、まいりまエルナンデスの心を折りましたよ、初めて見ました、こんなシーン、有言実行のリラウンド KO ですね、その通りでした、さあここでタイガーが宣言通り2ラウンドで KO 勝利、準決勝進出です、今回はタイガー選手は準決勝進出となります、はい、降参しましたここ最近で一番ガチガチだった感じです、はい、次はこの番組は M1 スポーツメディアと
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。11月3日 K1 初代フェザー級王座決定トーナメント2階級制覇なるか。カリスマタケル新階級 57.5kg 世界最強がワンデートーナメントで決まる。タケルの宿敵小沢海人も出場決定。チケット好評発売中。やっぱり目は大事ですよね。動画収益の良さが勝負を決めますから。筋肉の体調と同じように目のケアも大事だと思う。格闘技の素人も諦めたくないです。宮原眼科は K-1 を応援しています。人間追い込まれた方が、まあ、カジバのクソ力じゃないですけど。現スーパーフェザー級王者浦部博隆、世界王者としての初戦、全てはここから始まった。あの蹴りなんか怖いですね。今回の相手ヨハネスウルフにノンタイトル戦で敗北。やれる。続く4月の試合でも、ノンタイトル戦とはいえ世界王者が屈辱の2連敗。さらに失意の中、大怪我という惨事がヒロタカをさらに追い詰めた。そんな選手生命まで危ぶまれる中、進化の問われるトーナメント出撃、ヒロタカは帰ってきた。ドイツの超人ヨハネスウルフ、余裕しゃくしゃく。Also erstmal den nur Rabe gute Besserung, dass er gegen mich fit ist, weil ich möchte nicht kämpfen und dann nachhinein wird dann gesagt, ja, er war nicht fit. 王者ヒロタカに勝ったことは決して金星などではない。次なる獲物は K1 の頂点。まあ僕のキャリアは、まあ、決して勝ち続けてきたわけではないですし。そう、ヒロタカはこれまでも決して負けない選手ではなかった。しかし、ただ一つ言えるのは、どん底のヒロタカは、とんでもなく強い。これが最高だ！王の道、王道をまっすぐ突き進むだけなんで。最後は、きっちり世界一。これが、俺の王道。誰がなんて言おうが、チャンピオンは僕なんで。スーパーフェザー級世界最強決定トーナメント1回戦、浦部博隆 VS ヨハネスウルフ、ラウンド1。さあ第1ラウンドが始まりました。 K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級世界最強決定トーナメント、いきなりたサイドキックウルフ。ヒロタカサウスポーですね。今日サウスポーですね。マサトさん考えてますね。あの前回オーソドックスで捉えられなかったんで、いろいろ考えてきましたね。ロキックナイスですね。サイドキックこれがある。今日広高選手スピードありますね。自分で待ってます。おっと左怖い。ノーブローだ。今のこれは強烈なの入っちゃったな。あーもらえます超人ウルフ。これはちょっと関根さん目の前でしたよね。直接当たりましたからね。さあ再開されます。ここもやはり右足前のサウスポーの構えが続けている。またローで行った。あとさん行きましたね。そうですね。これだ、はい、あーまた入った。パンチ緑につなげた。ウルフ
ったこの変則の掛け蹴りです。降りたところ蹴りを払ってくる18人。前回の対戦でも右のストレートを、ね、結構当てたりしてたんで、タイミング測って右のパンチは気をつけた方がいいですよ、米中選手、このステップを踏むとウルフの距離感と距離感なんですよね。このステップ踏ませちゃダメだ、ミスしないといけない。そうですね、もっと距離を潰した方がいいですね。強引に行くかパンチで出てもいいし、ステップが止まんないし、いやいいローだったな。左もも内側も真っ赤になってます、ヨハネスウルフ。はい、左のももですね。遠い前のハイキック、第2ラウンド終了です。ラウンド3ファイナル。さあ最終の第3ラウンド始まります。いきなり回転してきましたヨハネスウルフ。おお、遠い前ハイキック、うお、もう一つステージの声とともに、あの変速の切り受けたら下がらず詰めていくのがいいですね。まさみさん聞いてますね、これは重いな蹴りが。残り30秒切ります。じわじわ関根さん出てってます ねしかしサウンサウスポーでもこれだけ戦えるってすごいですね。確かにそうですね、すごい、ここも見えてる二刀流ですね。でしたね、もうそう自分のものをしてます。これだー、またロブローか。これは減点があると厳しい可能性。ウルフの方の闘争心が、ね、入ってますかね。これは完全に入ってますね。あ、減点、減点食らっちゃった。イエローカードが出ます。最速のロブローによりそうするとエローカードが提出されました。延長になっちゃうかもしれません。延長戦いましたね、ウルフね。減点1ポイントとなりました。再開します。再開しますか、あと5秒。でも出してくる、ここで試合終了。本戦の3ラウンドが終わりました。ちょっと重い空気になっています。判定3対0で浦部広隆にジャッジはつけました。さあ準決勝進出が浦部広隆です。大河戦が決まりました。向こう途中から壊れてますけどね、全然楽勝。チーム大丈夫じゃないですか、はい、問題ないですよ。優勝します。クラッシュ69 9月30日金曜日後楽園ホールにて開催。クラッシュアンダー55キロタイトルマッチ、王者寺戸信近 VS 挑戦者チャールズ・ボンジョバーリ。クラッシュ女子タイトルマッチ、王者カナ VS 挑戦者ケルビーの2大タイトルマッチをはじめ、クラッシュアンダー70キロ次期挑戦者決定戦、ヒロノユー VS 松倉慎太郎など注目マッチがラインナップ。チケット絶賛発売中。1月3日初代フェザー級王座決定トーナメント。俺が本当に打ってほしいのはタケル、おめえだ。もう一回やらせろ。ダイナマイトキッド、地獄よりよみがえりし。タケルをぶっ飛ばすことしか興味ないです。なあタケル、お前みんなから疲れてるんじゃないぞ。今をときめくカリスマタケルに噛みついた当時無名だった一人の男、小沢海人。これは全く絶対外さない。はい、今もなお語り継がれている伝説の大喧嘩。タケルに敗れはしたが、小沢は最後まで戦い抜いた。当然納得いくわけもなく、このままじゃ
ムカつきが晴れないし、はい、ぶっ飛ばさないと俺の時代が来ない。そしてチャンスは訪れた。タケルって言った感じ、めちゃめちゃのお声を出すこの興味が湧く相手ってのはいますか。そんなの聞こえもないし、一人しかいないんだ。あいつと当たるならば決勝の舞台。いや、ぶっ飛ばせて世界レベルで取れるならそんな一石二鳥なことはない。やっぱここは欲張っていくの。一回戦の相手はフロムオーストラリア、豪州のタイムボム、ジョシュ・トナー。格闘技との出会いは意外なものだった。Yeah, I was shy when I was younger, and I didn't want my friends to be bullied, so I thought I should start kickboxing. But now I've got lots of confidence, and I'm a lot stronger. シャイな青年は格闘技と出会い、世界王者へと生まれ変わった。ついた異名は次元爆弾。Really hard, and time starts ticking away for my opponents. 打ち気だった青年が世界一の舞台に立つ。I'd say to myself, be brave, be strong. The world is big, and you can do whatever you want if you believe in yourself. Of course, it's counting down. I'm coming for you, Kaito. 一方、小澤。トナーに一切興味なし。マジだ、タケル。俺にぶっ飛ばされるまで負けんね。11月3日、初代フェザー級王座決定トーナメント。1回戦、小澤海人対ジョシュ・トナー。K-1 クラッシュモバイル。まるで試合会場のような臨場感たっぷりの速報をリアルタイムで配信。毎日更新される選手インタビューやコラムはここでしか読めない激レアコンテンツ。リングを華やかに彩るガールズコーナーも充実。私たちの素顔が覗けるかも。 K-1 クラッシュモバイル、今すぐ会員登録してね。クラッシュセブンティーン、10月15日土曜後楽園ホールにて開催。クラッシュアンダー67キロタイトルマッチ、王者渡部大輝 VS 挑戦者塚越仁志。クラッシュアンダー63キロタイトルマッチ、王者佐々木大蔵 VS 挑戦者岩崎宏との2大タイトルマッチをはじめ、第5代クラッシュアンダー60キロ王座決定トーナメントが開幕。チケット絶賛発売中。